呪文の怒り。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術はない。
いに備えて陣を組んでいる。八幡の怒り、クラウドは彼方から静かに敵を葬った。八幡の怒り、目にも止まらぬ早業だ。クロードはついに鬼を退治した。終わったな。恐るべき敵が現れた。錆となり果てた。八幡の怒り、
クロードはいかなる戦いであろうと備えを怠らない。クロードは果敢に抗う、守りを破られた。敵をなぎ倒す。戦いが終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。
クロードは狙いを誤らなかった。守りが少しずつ崩れていく。クロード同士が手を組めば、まさに鬼に金棒だ。敵が陣を奪った。クロードの敗北がまた一歩近づいた。これで終わりでないことにクロードは気づいていた。
クロードはいかなる戦いであろうと備えを怠らぬ。精鋭を繰り出した。
到着した。
次なる敵は黒子が相対したどの相手よりも手強い。戦いぶりは目を見張るものであった。
ムクロが次々と積み重なる。クロードは鬼を黄泉の国へと送り返した。敵の息はまだくじけていなかった。次々と敵をなぎ倒す。八軍の怒り。リオが頼みとした仲間は刃で錆となり果てた。一ところを狙った敵勢の攻めが功を奏した。八軍の怒り。クロードの前にムクロが次々と積み重なる。太刀の錆となれ。クロードはつい八軍の怒りに追いたい。片付いたぞ。災いが待ち受けていること、クロードは去った。八軍の怒り。クロードは狙いを誤ったな。八軍の怒り。くらえ。まがまがしい鬼の体はもう二度と動かない。八軍の怒り。
クロードはついに勝ち時を挙げた。なれどこれはまだ始まりに過ぎない。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。お話ししたい伝承はたくさんございます。